Team Japan presents Festival TV, and on the show tonight, Skateboard King! はい、キーンフェスティバル TV をご覧の皆さん、はじめまして、スケボーキングと申します。今日はとても貴重な機会を得ましたので、やらさせていただきます。少しの時間楽しんでください。よろしく。ビートとベースとスクラッチ。キン、カモン。Keeps it.
バル TV。 キーン。ライブやばいね。やばい。やばい。ありがとうございます。開口一番ありがとうございます。もうみんなもそう感じるでしょ。そうみんな拍手。いやありがとうございます。あのフェスティバル TV に新しい風もね吹いたと思ったし。そう。えでもライブどう感じた？あのフィーバーは結構まあただ俺は家近いだけだ。結構スケボーでやったことあるっけ？ない。あないか。ないけど、あ、そうか、そう、すごいやりやすかったし、なんか終わった後になんか愛想じゃないあの皆さんのおーいいねっていう感じの熱が来て、このあのオーディエンスでももうバッチリライブできたって感じですね。マシさんどうでした？楽しかった。普通収録ってなんかちょっと緊張するんですけど、うん、すごい楽しめました、うん、はい。お前今が一番緊張してんじゃねえかなんかね、ちょっと怖がってるよねでもこのねスケボーキングを迎えられるようになったっていうのはそのドラゴンアッシュの、そうだよね、ドラゴンアッシュの会場で僕ねそれを見てて、うん、あれ知ってるって、まあ仲いいっていうのは当然知ってたんだけど、でそこでなんかライブが終わった後にね、なんかお話しして、で出るっていう話をしたら、出たいって言ったのよ俺は。あ、出たいって言った。オッケーオッケー、ごめん。そうかそう、出たいって言ってたの。お願いします。あ、そう見てて、そう気になる。そう、ジョージが言ってんの。俺たち付き合い長くなったね。長いね。ジュンさんすごい、だいぶ長いでしょ、うん、長い。最後でも本当に久々にね、あって、そう、な、本当に十何年ぶりとかじゃない？そう。あったの。いや、そう。あ、そう。しげはあってんのかな？そう。俺はそうちょいちょいやって。そう。なんかそういうラジオに遊びに来たりとかね、そう。前にやったテレビ番組ね、スケボーキングも登場してもらったし。俺初めてスケボーキング見たの、もう俺何回もねこの話しげにしてると思うけど、衝撃でさ、90年代後半かな？TMC ですか？TMC、 そう、今日のエンジンも TMC の、そうさっき、あ、そうなんですよ、ハルクさんが、もうだからなんかいろんなことが、そう、いろんなことあるんですよ、いろんなことがね、そう、で、分からない皆さんに説明する TMC とは、TMC っていうのはドラゴンアッシュの古谷健二君がトータルミュージックコミュニケーションっていう、まあ彼がもう一番イケイケの時に、もうレコード会社の人たちも誰ももう文句が言えない、もうケンジに嫌われたらすぐクビになるっていう状況の中でまあいいや、それはいいとして、その TMC っていうのを自分ケンジがドラゴンアッシュが好きなバンドを集めて、でいわゆる今のだから要するに京都とかそういうああいうフェスのなんかバンドが主催してるフェスの走りだよね。そう、点々といろんなところに。で、俺もそこに それも見に行ってたし、取材しに行ってて、で、そのうちの、そうね、まあ、うちって言っていいですよね、そう、うちのエンジニア、音をやってるのがハルクさんなんですよ。だから、そういうつながりもあって、イエーみたいな。だから、音はいいってさ、そういうことですよ。もうバンドもね、こういう付き合いもあって。バイブスがいいもんだって。バイブスいいよね。バイブスがめちゃくちゃいい。すごい空気が良かったね本当にやりやすかったです。しかもこの本棚も良くないですか？こういう本棚、いやてか一瞬その要するにここほら俺予習してきたのよ。予習してきたのは知ってるけど、その予習してきて最近どんなバンド出てんのかなと思ったら、なんかあれすげえこう可愛い感じな、こういい感じな デコレーションだなと思ってて、うん、まさかこれがこのフロアでこうそうフロアでやってるんですよ。思わなかったから、すげえ やりやすいっていうか、なんかおしゃれ。そうフィーバーがさ、俺たちのホームグラウンドでホームグラウンドにスケボーキングをね迎えられてすごい嬉しい。で次回も当然あるんじゃないですか。そうですね。そう次回2週にわたってね、まあ、2回にわたってお届けしてるんですけど、皆さんのスケボーキングでファッションもね、特に兄ちゃんはね、いやちょっと靴変わるんだったらコーディネート変えなきゃなっていう、なんか昔のなんか誰が言ったか知らないけど、なんかおしゃれ有名人って称号を昔いただいて、でやっぱそこはちょっと変えていかなきゃなと思ったらちょっと気合い入りすぎちゃった。いや俺は予習して、うん、みんな2週にわたって同じ服だったからいいのかなってあえて
でもやっぱり靴のプロモーションしなきゃいけないからさ。いや靴はそれは履き替え靴の、まあ、ここでモベルしてないんだけどそんな俺たちでそれプロモーションしてくださいっていうそういうあというよりは気持ち的に、ね、分かるでしょ。分かる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 。じゃあ、 次回もお願いします。履き心地いいね。バッチリバッチリですね。オッケー。じゃあまた次回もお願いします。うっす。でライブに戻りましょう。はい。All right、スケボーキング知らないこのアペタイト。